高木、ドリブル突破、クロス上げてファーサイド、鈴木ブロックしてロメロブロック。J2 はこれが初のゲームです。左足でのクロス、逆サイドに流れてロメロフランク、そして助走から決めました。でさあ新潟チャンス、運ぶ高木義明、中2枚、逆サイドロメロフランクいる、来たロメロフランク、相手をよく見ています。中央空いた、柴田上げてきて中央谷口落とした、ロメロフランク決まりました。動いたファーサイド、マイケル・ジェームズの前折り返したところ、ゴール前こぼれた。